ディープ埼玉インパクトイン小江戸川越2017セミファイナルキック戦。七色の足技を操る男ポッシブル K。 空手ボクシングを経てキックボクシングにたどり着いた冷静沈着なる実力者。 K1 選手であったキック界のデビルマン師匠内田昇の下でトレーニングを重ね、前回地では王座を獲得。さらに今現在はライズの舞台で成長を続けている。もともと空手やってたんで足技が結構得意なんで、そこで見せる試合っていうのを思ってます。後ろ回しとか胴回しとかいろいろ技はあんまり展開地を比較としてどんどん上の舞台で海外とかでも試合やってみたいんで、もっと上を目指していこうと思います。すでに世界へと照準を合わせるこのポッシブル K と相対するのは、こちらも足技を得意とする男助川秀幸。しなやかな体さばきから繰り出されるその蹴りは破壊力十分。危険な敵を迎え撃つことになるポッシブル K。 しかし地元で戦う以上負けは許されない。やっぱり埼玉は自分の地元なんで、いろんな友達とか親戚とかが見に来てくれるんで、初めて見に来るっていう人もいっぱいいるんで、圧倒的な試合展開を見せて最後は足技で KO したいです。小江戸川越の地で乱れ飛ぶキックの嵐、瞬き厳禁 KO 必至。セミファイナルキック67kg 契約3分3ラウンドポッシブル K VS 助川秀幸。